まずはここまでたどり着けました。あなたのおかげです。この壁の向こうが未明領域、遥かな過去に虚空より飛来しムーンセルに食い込んだ幽星の内部です。気持ちの整理はよろしいですか？セラフを守るため、あなたはこの中にいる外敵を排除しなければならない。それが聖杯戦争に勝利しムーンセルからレガリアを授かったあなたの。なんという、なんという、なんという、なんというあっけなさ。素晴らしいぞセファール。予想通りと。そしてお疲れ様。ごきげんよう、愚かな神王よ。ムーンセルも判断を誤ったな。待て待て待て、正気か。そんな手を本気でやるというのか、あの少年は。私のまま受け止めてくれてありがとう。やっと目覚めたな、我がマスターよ。うなされていたようだが、であるのなら最高の目覚めがそなたを迎えよう。うむ、言うまでもないが世の笑顔だ。これ以上の褒美が世のどこにあろうという話だな。改まって、私の名を唇に乗せると浮かれ、神妙な顔をしているな奏者。よし、寝ぼけていても奏者にはわかるはずだ。見目麗しき英霊は数あれど、きら星の剣、その剣撃はミューズの調べのごとく。聞き惚れよ。しかして頼り、惚れ直すがよい。
その証に月の聖杯はこれを授けた。うん、やはり開幕はこうでなくてはな。この月の玉座にて余とそなたは新たにして、しかしだ、なぜわざわざ神明など口にしてしまったのだ。確認するなら世の姿と名ではなく自らの姿を顧みるべきであろう。そなた半月もの長旅から帰ってきた途端倒れるように眠りについたのだ。この丸一に一体ムーンセル中枢で何が起きたのだ。こんなことならやはり無理を言ってでも夜がつムーンセル中枢で何が起きたのか、それを知る人物は多くはない。いえ、セラフにあって私だけがサーヴァント、セイバー、あなたは確かにセラフの神王であらせられる。ですが現在セラフには致命的な異常事態が発生しました。我が陣に先触れもなく、貴様何者か。見ての通りキャスターのサーヴァントというのはよくありませんね。ですので我が神明システムコようやくお会いすることができました、神王陛下。そして再会を喜びましょう。待て、アルキメデスとやら貴様。はい、おそらくそのアルキメデスでしょう。いや、先ほどの言葉聞き捨てならなかったぞ。奏者と顔見知りであるような口ぶりだが。顔見知りですとも、私は共にムーンセル中枢でいくらかの時間を過ごしたものです。そうか。ですので早急に一刻も早くレガリアの統合を行わなくてはなりません。陛下、正当なセラフのこの下級の事態を伝えんがため、このアルキメデス、失礼を承知でこのシンクの古代ギリシャに名高い大天才アルキメデスがここに、要は感謝の意を示すとしよう。レガリアの片割れを奪われた件はともかく、そうし奏者よ、なぜだ。何？何か私の行いにミスがあったかな。再構成が半月で終わったゆえか、記憶の残滓が剥離しきらなかったの。仮に記憶が確かであったとしても、貴様がそこまで知るはずがない。銀河全域へのジャミングの存在をな。うむ、奏者よ、地上の奥はよくわからぬが察したぞ。その表情、その言葉、その振る舞い、まさしく語るに落ちたな。が、いや、アルキメデス、余は貴様に礼を述べるべきではなかった。良いのだな、マスター。これなる学士、余とそなたの敵であると。
記録だと。まさかか、ならばなんだ、なんだというのだ。記録だと。私が捨て去ってきた世界の記録が貴様を目覚めさせたとでも言うの。あれか、肉体に残った意識の残りカス、アルテラをこなんという皮肉か。理性と最も程遠い肉体、いや考えなしの肉体だからこそ実行したのだろうよ。ふん、面を食らったか。経緯が分かればどうという。貴様たちはここで私が直ちに滅ぼそう。何、レガリア統合はキャスターに任せるさ。正しき結果はいずれ正しく導かれる。どうかな、アルキメデス。その様子では随分世にはよく分からぬが、勝者の迷いなき覚悟と決意、全てを通じ合った互いであればこそ、今この時言葉なぞ無用。ただならば世は無敵である。勝者の決意あればこそ。一回のサーヴァント風情が。サーヴァントがサーヴァントを笑うなどと語るに落ちすぎたな、アルキメデス。さあ行くぞマスター、我らの初陣だ。私にはそれを打倒する用意がある。ムーンソルを超える力を見せてやろう。魔力が増大しているな。よくわからぬが注意せねばな。思考の魔力が高まる効果か。阻むぞ奏者、打たせはせぬ。数を増やす、それだけの。ふっふっ、いやもはや止まらぬぞ。殺戮、無礼者。手直すがよい、まるがよい。天幕よ、落ちよ。ロサイクス、神君に染めよう。読めない。なんだこの展開は。私の指揮が間違っているとでも。はっ、ふっ、ふっ、はっ、天幕よ、落ちよ。ロサイクス、乱暴な方だ。はっ、やし。阻むぞ奏者、打たせはせぬ。サードオブバランス、乱暴な方。リズル、やっ、はっ、華麗に。認めよう、これは特例のルートであり、だからこそ最後の道であることをな。やっ、何度でも言うぞ、ドア、奏者が大好きだ。花と散る、財から出会う。数を増やす、それだけのこと。やっ、はっ、ふっ、切り捨てる。数を増やす、それだけ乱暴なく。この魔力の高まり、宝具か。こればかり。打たせはせぬ。こんなところで消えるものか。
百五百マスターごときに依存する英霊が。だがこの時点で我が計算歯車が狂うとはな。肉体のマスター、私が廃棄してきた可能性の中にあって、ただ疑似量子を伴わない転移、情報のみの伝達であれば確かに過去の自分に記録を転移させられるだろう。だが無残な自己犠牲だ。結果さえ見定めることなき愚行その極みよ。図に乗るとはこのことだな。貴様が何を知っていようが大筋は変わらない。レガリアを統合する者が貴様ではなくなるだけの話だ。セファールある限り崩壊の結末は変わらない。打ち損じてしまったか。難敵ではあったが、うむ、ひとまずは余とそなたの勝利であるな。さて、この勝利がいかなる意味を持つものか、はぐらかしたりしたら後で、いや今ひどいことになると心せよ。つまり丸一日は眠りこけながら二名領域での記憶を失その記録か、そういうものが突然頭の中に湧き上がったがゆえ記憶の欠落もおおむねそういうことか。別の世界の別の奏者か。しかも完全なそなたではなく。別の世界のそなたは、あ、いや、肉体のそなたは随分とそのあるそうだな。聞いた限りそのものはあくまで自分の判断で自分だけの願いと思いのまま。よし、決めたぞ奏者よ。そなたが受け継いだ記録をどうか世にも見せてほしい。マスターとサーヴァントの意識は真相でつながっているもの。そなたが得た経験を世が受け取ることも。未明領域の守護三期の英霊たち、聖女、あれらは邪悪の優勢に組みしたか。いっ、貴様だ。貴様が貴様であるがゆえに、あの者たちは、あの者たちは強者につくのでも勝者につくのでもない。何を言っている。あの三機は私に敗北し、バカ者、自分の言葉を理解していないのは。そうか、要は全力で戦い、そして敗れたか。
嬉しく、そして誇りに思う。そうだな。うむ、そしてだ。これは随分と忙しく、すなわち世に求められるはセラフの統一。シン・ソロムルスとて想像だにすまい。よもや、ローマは一日にしてならず。しかしこれは千載一遇の好機。セラフ統一のつ案ずるな。分かっている。優勢とやらは確かに脅威だ。万が一にも到来してしまえば、月のみなら、そしてそれに属するしもべたちもだ。アルテラは強い。配下も桁違いであろう。記録を共有したのだ。そのあたりはよーくわかっているのだ。なればこそ、まずはセラフを統一せねばな。たった3分の1のレガリアでは巨神、まずはキャスターだ。あのメギツネの企みをポキッと。長い童貞になりそうだが、何、世と奏者の前に敵などあるものか。ところで奏者、世の欲するところ、求めるところ、世は切ない。そなたの顔を見つめ続けられたのは嬉しいが、我慢に我慢を重ねて、なんと丸一日、実に20時間以上。奏者よ、おかしなことを言う。万が一にも、うむ、世と奏者の、それとも、そ、まったく、一体どこでそういう悪い手を覚えてしまったのだ。うむ、こんなことなら一人でムーンセル中枢などへ赴かせる。こたびの戦い、その全てを終えた時には、あら、要はそなたと全身全霊でいちゃい。